はい、始まりました。毎度おなじみ、ゆうご .tv って言っても、3日、4日ぶりくらいかな。はい、すみません。サボりました。はい。ということで、本日も教えることはできませんが、人生に役立つ情報を配信していきますので、共に学んでいきましょう。自分自身も初めて読む文を今から読んで、インプットしながらアウトプットを同時にしていくので、よろしくお願いします。ということで、本日のお題は非常識なことと仕方ないことを区別する、こちらを今から読んでくぜ。あれ、マウスが動かなくなっちゃった。はい。人間関係では相手を叱りたくなることもあるでしょう。我慢しなければいけないと思いますが、言われなければいけないこともあります。思っているだけでは伝わりません。超能力者ではないですから、注意したことがあればきちんと言葉にして伝える必要があります。しかし、迷惑なことをすべて叱るのはよくありません。叱りそうになったとき、まず区別しておきたいことがあります。非常識なことなのか仕方ないことなのかという点です。非常識なことなら叱る必要はあるでしょう。例えば、悪い嘘をつかれたり、本人の不注意だったりなどです。きちんと言って正してもらえなければ同じことが繰り返されます。叱るときは感情的にならず理性的になりましょう。筋道を立てて簡単に分かりやすく伝えれば相手も受け入れてくれるはずです。一方、仕方ないことなら叱るのは要注意です。例えば、仕事、天気、運などによる悪影響です。本人が最善を心がけても及ばないことがあるでしょう。もしくは不可抗力もあるはずです。本人に非がないとことを叱っても仕方ありません。迷惑であっても仕方ないことなら我慢するのが賢明です。仕方ないことならむしろ相手を励ます配慮が欲しいところです。仕方ないよ、気にしないでなど優しい言葉をかければ相手の苦労も軽くなるでしょう。どうしても一言言いたければ、改善できれば嬉しいという希望を伝える程度にとどめるのが賢明です。非常識なことと仕方ないことが区別できれば、人間関係の余計な摩擦を減らせるのです。今日の格言、叱りそうになった時は非常識なことと仕方ないことを区別する。なるほどね。まさに今、当てはまるな。悩んでるやつがいるんですよ。でもこればっかしはそいつは悪くないと思うし、仕方ないよ、気にしないしかない。気にしないことが一番難しいですからね、なんせ。それはもう悟りの域、もう瞑想して心を鍛えるしかない。なるべくね、人間関係が崩れないように。まあでも、どうしてももう見切っちゃったらもう見切ったで、それも仕方ない。人それぞれ。人を変えるのはできませんが、自分を変えるしかやりようがない。自分がもう受け入れる心を持つか、難しいですね。これはもう一生の修行。はい。ということで、本日も勉強になりました。ぜひチャンネル登録とよろしくお願いいたします。それではまた明日。ドロン。